さっっき、きから帰ってきました。この3年言いたくて言えなかった一言をやっと言えましたよ結婚してからすぐ孫催促のラッシュだったウトメでも私は窒兵鎖症というやつで子宮も卵巣も未発達で子供は産めない旦那はウトメには自分が原因で不妊ってかばってくれてたんだけどすごく申し訳なかった 今日用事があってうとめたくに行くと、いつも通り、息子、夫が種なしのわけない。嫁子が否認してるんだろうと始まった。私、子宮も卵巣も未発達でダメなんです。ええ、否認どころか妊娠自体不可能ですから。でも、夫さんが、それでも、嫁子がいいと言ってくれたんです。夫さんの実家からの心ない孫催促からも、 っててくれて心の温かい夫さんと出会えて本当に幸せです。と言った。ずっと言ったら生成するかなと思ってたけど本当にすっきりした。途端に馬まは家から出て行けとウトメが騒ぎ出した。わかりました。それではお邪魔しましたって言って多分自分たちの息子と別れろという意味だったんだろうけど文面通りに。 うとめのうち家から出て行って帰宅しました。なんか、塩でもまかれそうな勢いでうとめ怒ってたけど、不思議と気分は晴れ晴れしてました。途中で、夫から、携帯にお袋がキーキー言ってた。バラしたのと、電話があった。経緯を話すと、ああ、それで、俺が嫁子に騙されてるとか、何とか言ってたのか、と笑ってた。帰りに、 実家によってうと目を締めてきてくれるそうです。通話を切る間際、夫の言った親子の縁を切るのもいいかもなって言葉、信じてるよ。